木星枝の群落、プエルトリコ木星シダとは、樹木状になる、シダ植物のことである。直立した丈夫な、幹を持ち、とても背が高くなる種を含むが、その幹は肥大成長をせず、その意味では、木元ではない。なお、抗義のシダ植物では本当に木本であるものが、かつては存在した。現在のシダ植物は、基本的に双本であり、 茎は這うかごく短く立ち上がる。そんな中、木製死だとは、外見的に太い、幹があって、ある程度の高さまで直立して育つものを指す言葉で、ある。木製死だ、樹上死だという語も、同じ意味に使われる。大きいものでは20メートルに達する例もある。これらは分類上は、死だ綱に属するもので、特にヘゴとタカと高ワラびカに多い。しかし、それ以外の群にも、 散発的に見られる。また熱帯域を中心に見られる。茎は、ほとんどの場合に分子せず、先端部に大きな葉を、輪生状に出すので、外見的には、ヤシ類や、ソテツ類のような姿になる。しかしながら、この群では茎に二次成長をするための構造が、存在しない。つまり、茎そのものは太くなっていくことができない。この類では根元に近い太い、幹は、 その中心部に茎があるものの、大部分は茎の表面から多数出て伸びた根が折り重なったものである。なお、古生代には高義のシダ植物に類するもので大木になるものが出現し、それらは茎に二次肥大成長を行う構造を発達させたものが含まれる。これらも高義には木製紙だというが、脅儀にはヘゴ化に見られるような形のものだけをこの名で呼び、 原生のものはすべてこれに属する。最も大きいものは高さ24メートルにも達する。以下、典型的なものとして、ヘゴカサイヤシイラチとヘゴ属サイヤスアとヘゴシースピノーロザの形態について記す。茎は直立して高く伸びる。葉は螺旋状に密につくが、下方から枯れて常に先端に数枚だけがある。ほとんど分子はせず、そのために、 先端の葉がある部分以下では葉も枝もない。葉の基部に理想を生じるものでは茎の表面には葉が落ちた痕跡が茎の表面を覆う。幹の下方では次第に表面から出た根がその表面を覆い、やがて茎の表面は完全に見えなくなる。茎はほとんどの場合に分子しない。例えば伐採などにより先端の成長部が損なわれると、 そのまま復活しない例が多い。ただし不定目を生じて速報に成長することもある。例えば硫黄島の枝内ヘゴサイアスアツヤマエはこの性質が強く、名前通りに分子して成長する。ヘゴ族の一種、茎の断面シダズナの植物の茎では中心に支部に包まれた木部を持つ、原生中心柱、髄を囲む環状の木部の内外を支部が包む、環状中心柱。 あるいは、環状の遺憾束から葉への遺憾束が分子して、あちこちに穴が開く、盲状中心柱を持つ。木製シダは、多くの葉が短い間隔で生じるものが多いため、盲状中心柱となるものが多い。また、捕獲する茎を持つシダ類ではこのハートが上面に集中し、そのために茎に副配の分化が起きるが、直立する木製シダでは、それがなく、 放射奏症になる。原生の木製だでは成長するにつれて茎そのものも太くなるが、これは肥大成長によるものではなく、茎の先端の成長組織そのものを巨大化し、最初から太い茎を形成することによって実現されている。従って、茎そのものだけを見ると、木製だの茎は根元が細く先端に向かって太くなる逆円水形である。 これではその体を支えられないのであるが、それを補っているのが根である。この類では、茎から不定根が多量に出て、これが茎の表面を覆い、地上に達することで、外見的には根元の方が太い形を作り、幹を支えている。したがって、この部分で断面を作ると、中心に細い茎があり、その外側には細い根の断面がぎっしりと集まった層がそれを取り巻いている。 ただし、茎そのものの中にも、鉱壁組織がよく発達して、機械的強度を与えている。なお、ヘゴの場合、この幹を覆う根の先端は空中で露出しており、これは、湿純な森林環境で空中湿度を利用する役割を担う。このため、栽培下で空中湿度が不足する条件にした場合、根元に水を与えても効果がなく、 根元周りを水ごけで覆うなど、根の層に水を与えるようにする必要がある。これは、木星枝一般に通じるものではなく、日陰へ越しレッポフィラは、日向にも生育し、皇帝などでも育つ。中世代白亜紀に、北半球に広く生育していた木星枝に、テムプスキア属テンプスキアがあり、これはまた別の形で木星枝の形を作っている。その、幹は高さ6メートル。 太さ4 0トルに達したが、その幹の断面中心にはヘゴに見られるような茎がない。これは、太させいぜい数ミリメートルから2センチメートルまでの茎が多数あり、それらが多量の根を出し合って絡まり合い、まとまって一本の幹を形成していたものである。これをヘゴなどのものと区別するために、偽幹という、木製詩だとなるものは、シダズナの中で、種として、 ヘゴカとタカワラビカディクソンヤッチのものである。ヘゴカは600から650種があってそのほとんどはヘゴ族に含まれる。木星シダの種が多く、最大で20メートルに達する。タカワラビカは5から6族がある。ディクソニア族ディクスニアは、木星シダとしては、冷量なウンムリンに算する。多くは2メートル程度の高さになるがより大きいものも、ある。 ディクスニア・ファイブローザは6メートルに達する。この他に、ゼンマイカ、オスマンデイシ、シシュガシラカ、ブレッシュナーチ、イワデンダカウッドサーチにも同様な姿となるものが、含まれる。ただし、これらは、最初の2カほどには大きくならず、その高さは、数十センチメートルからせいぜい2メートルに止まる。また、ン便体カマラーティアッチの絶滅群である、プサロニウス属セルニアスが、 古生大石炭機に、やはり同様な木製詩だであったとされる。ただし木製詩打が多い群であってもそうならないものも、あるし、同じ種でも、必ずしも木製となるとは限らない。例えば、ヘゴガのヘゴ属は大部分の種が木製であるが、日本産のものでは、チャボヘゴシーメッテニアナやクサマルハジシーハンコキーは、茎は短く立つ場合もあるが、斜めや横に這うこともあり、木製にはならない。 また、ヘゴは高さ4メートルに達するものだが、紀伊半島や四国では、ベニシダ程度の大きさにしかならず、木星シダ本来の姿は見られない。これは、木星の形に成長するまでに寒波によって、故死するためかもしれないという。日本には、ヘゴ川、ヘゴ族が8種、高原ビびは高原美族が1種があるが、高原ビとヘゴ族の2種は双本である。 他のトガにも木製のものはなく、ヘゴ族の6種だけが木製詩だである。それぞれ以下の通り、その姿は熱帯を強く意識させるもので、温室などでよく栽培される。小型のものは観葉植物として扱われる場合もある。ヘゴなどは食用とされる。また茎に添粉を蓄積する種があり、それも利用される。幹は健在とされ、 特に根の絡んだ部分は、ヘゴイカと称し、園芸素材、特に洋卵や着生植物の栽培に用いられる。この分野では代替品がないほどに好まれ、その需要は多くの種の生存を脅かすまでになっている。ヘゴカ植物がワシントン条約で規制される一因でもある。シシガシラ科のブレクノムギップムブレクナムギブムは高さ90センチメートルほどになり、これも 観葉植物として扱われている。ニュージーランド産のシルバーリーフファーンは、ニュージーランドにおいてナショナルシンボルとされ、ラグビーチームであるオールブラックスのユニフォームデザインとしても使用されている。古生代シルルキにはすでにカンタバ植物が陸で生活を始めていたとされる。それらは、商用類とオーバ類の二つの大きな系統に分かれた。オーバ類からは、 シダズナや種子植物が進化した。これに類するものとしては、全裸種植物のアルカエオプテリスアーキプタースが太さ1.5メートル、高さ10メートルにも達した。これは、現在の種子植物と同様に新生中心柱を持ち、二次成長したとされる。商用類でも林木属レピデデンドランなどは、樹高30メートルにも達した。これは、原生中心柱を基本としていたが、 二次成長したと考えられている。これらは真の肝と言える。林木に見られる構造は、現在の水ニラ族などにも見られ、やはり二次成長するが、ごく小さな水草である。他にシダズナの花やスリ類が、例外的に二次成長するが、小型の総本ばかりである。ありがとうございます。